ういっす、脳筋ハンクです。よろしくお願いします。はい、ということで、久しぶりにですね、ドラゴンクエストタクトのね、公式、それとまあ、ツイッターに動きがありましたよということだったんですけども、今回ね、クローズとベータテストのレポートをまとめた情報がですね、まあ、発表されました。今回それについて、ちょっと見ていこうかなと思います。まずですね、ドラゴンクエストタクトのクローズドベータテストにご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。クローズドベータテストで皆様からいただいたアンケートの結果をご報告いたします。一部ではございますが、開発運営チームからのコメントや主な回収内容も記載しておりますので、ぜひご覧くださいという内容ですね。で、アンケート項目5つありますね。まず1つ目がですね、クローズドベータテストの感想及びプレイ意欲についての回答。2、ゲームプレイについての回答。3、錬金特技強化システムへの回答。4、各種 UI 周りへの回答。5、その他多くいただいた、改善要望括弧自由回答という5つがありますね。今回これ上からねちょっと見ていきたいと思います。はい、まずですね、クローズドベータテストの感想およびプレイ意欲についての回答ですね。クローズドベータテストを遊ばれたご感想をお答えください。はい、こんな感じになっておりますね。まあ面白かったが 48%、 まあまあ面白かったが 37% と、まあ8割ぐらいがまあ面白かったよという感じでしたね。あまり面白くないとか面白くなかったっていうのはね、どういう方なんでしょうかね。まあ例えばガチャでいいキャラが当てれなかったであったりとか、ドラクエ好きな方、やっぱドラクエって王道な RPG じゃないですか。ちょっとこれはね、王道 RPG からちょっとかけ離れてるっていう感じですね。やっぱタクティカル RPG というものですんで、コマを動かして、まあ戦っていくよというやつですね。まああとね、その人間キャラっていうのが、まあいないので、まあモンスター同士を戦わせるっていう感じですね。まあどっちかというと、まあスーパーライト寄りのやつですよね。まあソシャゲで言うとね。星ドラとか、まあ、ドラクエウォークになっていくと、やっぱ人がね、モンスターを飼っていくよという感じなんですけども、モンスター同士。で、戦闘もですね、キャラを動かして、まあ、特技を使う。で、特技もね、そんなに数は多くないんですよ。一体のキャラに対して。まあ、2つ、3つぐらいですね。うん。普通のドラクエなんであれば、いろんな特技があって、それを組み合わせて戦っていくという感じなんですけども、戦闘においてはですね、かなりシンプルなゲームとなっておりました。はい、次にゲームプレイについての回答ですね。バトルの分かりやすさはいかがでしたかというやつですね。分かりやすかったが 57%、 まあまあ分かりやすかったが 34%、 ちょっと分かりづらかったが 7%、 分かりづらかったが 2% ということで、まあ基本的にはかなり単純なゲームですので、まあバトルもね、コマを動かして相手の横まで来て、まあもしくはね、遠距離の攻撃もありますんで、まあ攻撃範囲がね、ちゃんと見えますんで、まあそこに移動して、まあ、相手を倒していく。で、相手もね、まあ弱点とか、まあ有利取れるとかね、まあそういうのもありますんで、まあ相手の、まあ、弱点をついて攻撃をしていく。で、相手からもね、こっちに対して攻撃してきますんで、しっかり体勢を取って、まあ戦っていくというね、まあかなりね、まあタクティカル RPG の、まあ王道な感じになってましたね。うん。これは非常にいい、バトルシステムかなと思いました。バトルのテンポっていうのもあるんですけども、これね、ぶっちゃけ言うと良くなかったです。はい。個人的な意見なんですけどもね。やっぱり演出見てるのも楽しいんですけども、やっぱりね、こう、ちゃんと正式版リリースになったら、やっぱりこう、ソシャゲっていうのは、周回速度であったりとか、やっぱテンポが悪い。ってなってくるとちょっとね、めんどくさいというか、うん、まあ長いことソシャゲやってるんで、まあそういう風にちょっと思ってしまったところもありましたね。倍速スピードはあったんですけども、まあ例えばバトルスキップするチケットをね、実装するであったりとか、まあ今後あると思うんですけどね、そういうことはね。うん、だからもうちょっとね、まあ2倍速とかあったんですけども、まあオートバトルですね、3倍速とかね、あればいいんじゃないのかなと思いましたね。はい。やっぱり一回の戦闘ね、例えば、ボス戦とかなんであればね、じっくり考えていきたいところなんですけども、アイテムとか、まあ、素材集めを周回するときなんであれば、もうちょっと早く周回できた方が良かったんじゃないのかなって個人的には思いました。はい。じゃあ次、三つ目。錬金特技強化システムへの回答ですね。錬金の分かりやすさはいかがでしたか？まずこの錬金って何ぞやというところなんですけども、こう武器に、まあ、ステータスを付与するっていうことができるんですよね。
初め武器をゲットした時には何にもついてないんですけども、まあ、アイテムを使うことによってその武器に、まあ、例えば攻撃力をアップさせますよとかね、守備力をアップさせますとかね、そういうのが、まあ、つくわけなんですけども、それつくのがランダムなんですよね。だから例えば同じ、例えばヒノキの棒なんであれば、1回目の錬金で、まあ、例えば攻撃力が、まあ、3上昇しますよというのがついた場合、これちょっといらないなと思ったら、それをねもう1回錬金すると、まあ、例えば HP がプラス6上がりますよとかね、そういうのにどん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 変えていけるわけなんですよね。ですので自分の、好きなように、まあ、できるという話なんですけども、運要素なんですよねここね。まあそれがちょっと楽しいところもあるわけなんですけども、ぶっちゃけちょっと分かりにくかったですね最初はね。何がいいか何が悪いかっていうのもね、全然それはね人によって使うところによってねやっぱ変わってくると思いますんで、個人的にはこれ面白いシステムだなとは思いましたけども、なかなかね、例えばそこそこいい錬金ができた、でもねやっぱりあれつけたいなと思ったらね、泣く泣くねその錬金を外してもう一回ね再びもうギャンブルみたいなもんですよねこれね。まあ何回でもね錬金はできるんで、特に回数制限はなかったので、自分の好きなものを出るまでは、まあ、やり続けるっていうね、まあストーリーとかそういうとこ以外での、まあ、やり込み要素っていう感じには自分では思いましたね。これはなかなかいいシステムだなと思いましたけども、ベータテスト版ではね、これちゃんとした説明がなかったので、まあ分かりにくかったのかなっていう感じはしましたけども、これはやっていけば必ず分かることですので、まあ、これはね、全然いいシステムだなって思いましたね。はい、錬金と同様ですね、特技の強化、これもね、運要素ですね。アイテムを使ってモンスターのね、特技を強化するわけなんですけども、これはですね、パーセンテージの表示がありました。例えば、メラゾーマがあったとするじゃないですか。で、メラゾーマの、特技を強化しようと思ったら、まあ、特殊なアイテムがいるんですけども、そのアイテムを、まあ、使うことによって強化できるんですけども、パーセンテージで強化できるっていう感じですね。なんか 10% とか 20% ぐらいでしたね、初め見た時ね。はい。だから、これもね、何回も何回もやって、頑張って上げていくみたいな。で、その特技のレベルを上げれば上げるほど1回の成功率っていうのがどんどん下がっていくんですよね。これはね、なんか他のゲームでもありそうなシステムですけども、まあ、基本的にはそういうところにやり込み要素を今回入れてきたのかなっていう感じはしました。はい、じゃあ次ね、各種 UI 周りへの回答ですね。パーティー編成の UI で使いづらい、分かりづらい点はありましたかという質問は、これは別にする必要はなかったんじゃないのかなと思いますね。もうめちゃめちゃ簡単ですからね。自分のパーティーがいて、相手のパーティーがいて、まあ行動順で動いていく。ね、まあ特技を使うと MP が使って強い、特技を出せる。なくなったら通常攻撃しかできないっていうね、かなりシンプルですね。もうそれ以上のことは特にやることがないので、まあ戦い方としてはね、まあ相手が攻めてきて、で、限りなく相手からの先制を取られなくする方が、まあいい立ち回りっていう感じはしましたね。で、もう一つですね、モンスターへの武器装備、UI で使いづらい、分かりづらい点はありましたか？はい。これなんですけども、まあ、モンスターに武器を装備するわけなんですけども、誰が何の武器を装備してるかっていうのは非常に分かりにくかったので、この辺は改善してほしいなって自分では思いますね。はい、じゃあ最後、その他多くいただいた改善要望ですね。ここがね、結構重要になってくるんじゃないのかなと思うんですけども、まあ今回ピックアップされてるのはバッテリー消費を抑えてほしい。はい、確かにこれやばかったです。で、オートプレイ時のモンスターの AI をもっと賢くしてほしい。はい、これがおそらく第一ですね。相当頭は良くなかったです。はい。例えば相手が1体いて、こっちがまあ2人いるわけじゃないですか。で、2人同時で叩けるはずなのに、なんか縦に重なって後ろのやつが、ずっと立ち往生するっていうことが結構あったんですよ。この辺はちょっとね、頑張ってやってほしいところですね。はい、で、周回要素が多いのでスキップチケット、自動周回機能などが欲しい。これは間違いなく欲しいですね。そしてスカウト演出をもっとワクワクできるようにしてほしい。はい、スカウト演出っていうのは
普通にストーリーで出てくる、まあ、相手ですね、例えばスライム、戦った後に仲間になるんですよね。はい。でその演出がね、なんかこうふわっとしてるんで、それをもうちょっとね、豪華にする方がテンションが上がるんじゃないかという多分質問だと思うんですけども、これは賛成しますね。やっぱりそこにもね、やり込み要素があると思うんですよ。で多分この先ね、多分低確率ドロップとかっていうのはね、ガンガン出てくると思うんですよ。まあ例えばメタルスライムとかはぐれメタルとかね、一応出てくるんですけども、まあそういうキャラもね、ドロップできるんであれば、なかなかね、ああいうキャラって倒しにくいじゃないですか。この世界でもね、ダメージ1しか通らないので、はい。まあ、HP は低いんでね、逃げなければ、まあ、頑張ったら倒せるという感じなんですけども、まあ、そういうキャラをね、手に入れた時のワクワク感っていうのがね、やっぱり、もうちょっと欲しいなっていうのは自分的には思いましたね。はい。ということで、クローズドベータテスト版レポート、自分の意見も混ぜながらちょっとお話ししましたけども、まあ、ぶっちゃけね、まあ、聞いてる側からするとゲームの配信まだやってないのにそんなこと言われてもわからんって多分思われると思いますけど、まあ、めちゃめちゃ面白いゲームでした。ですのでね、配信が非常に楽しみなんで、もし配信されましたらね、皆さん一緒に頑張っていきましょう。あとね、まあ、ざっくり今日お話ししましたけども、自分もねクローズドベータテスト、テスターとしてやってまして、何本か動画上げておりますんで、気になる方はそちらの方を見ていただいたら、まあ、ある程度わかるんじゃないのかなって思います。はい、という感じで今回の動画を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。